アルベルト・ウルマエチャーは、スペイン・ギプスコア圏、エーバル出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフルバック。ギプスコア圏エーバルに生まれ、1958年に、地元の SD ・エーバルからデビューしたが、1958から59、シーズンは、西軍ダ・ディビシオンから、西軍ダ・ディビシオン B への降格を経験した。 1959年にはレアルソシエダに移籍した。レアルソシエダでは2シーズンを B チームで過ごし、1961年にトップチームに昇格したが、1961から62シーズンにはプリメーラディビシオンから西軍ダディビシオンへの降格を経験した。1966から67シーズンにはプリメーラディビシオンに昇格した。 1969から70シーズンには28試合すべてに先発出場して2得点し、チームはプリメーラディビションで7位となった。負傷などもあって、35歳だった1974年に引退した。レアル・ソシエダでは公式戦、通算280試合に出場した。1974年の現役引退後すぐにレアル・ソシエダの アシスタントコーチとなり、1978年には、ホセアントニオイルレギ監督に代わって、監督に就任した。1978から79シーズンには4位となり、1979から80シーズンには、レアルマドリードに、勝ち点1及ばずにプリメーラディビシオン優勝を逃したが、1980から81シーズンには、初優勝を果たし、 1981から82シーズンには2連覇を達成した。コパデルレーでも1982年と1983年に2連覇を達成している。1985年にレアルソシエダ監督を退任した。1986年9月にはエルクレス CF の監督をわずか1ヶ月で退任し、プロサッカー指導者から引退した。その後はレアルソシエダの シニアチームで草サッカーをプレーしたり、エルディア・ディオ・バスコガミにコラムを執筆したりした。2005年のレアル・ソシエダ会長選挙では、ミゲル・フエンテスを支持した。長い闘病生活の末に、同年10月28日にサンセバスティアンで死去した。66歳だった。レアル・ソシエダのホームスタジアムであるエスタディオ・アノエタには、オルマエチェアの胸像が飾られている。 ありがとうございます。